はい、皆さんこんにちは。ニコラス・ジョン・ストイコビッチです。それではアリス・マッドネス・リターンズ実況、新しいパートの方を始めていきたいと思います。時間が12時を終わってですね、あんまり大きい声出せないと思うでしょ。出せるんですまあこのゲームやっててあんま出す要素ないんだけど、おこれ太鼓みたいなあれじゃん。なんで出せるかっていうと、僕はまあアパート暮らしなんですけど、なんと隣いないんですね。でまあ下は基本的に1階と2階って、普通はそんな音漏れることってないはずなんで、これきついぞ。まあそんな非常識な大きい声は出さないでやっていきたいと思います、多分多分ね。これちょっとごめん、ちょっと物忘れひどくて、前向いてたら申し訳ないんだけど、前言ってたと思うんだけど、マイクの音質というか、なんだろう、雑音が、まあ、減ってると思いますよ、震え声みたいな感じのことを言ったんと思うんだけど、綺麗にマイクの音を、音を大きくすることができるようになったんだね。で、ちょっと待って、これやってなかったんじゃないの？関係ないか。これなんかすごい、こんな古風の世界観のにクレーンなって吊るされてる中になんかいるね。なんだけど、なんか周音、なんか増音きれいにできるようになった代わりになんかコントローラーのカチャカチャ音めっちゃ入るみたいなねそこまで入る必要ないみたいな。よしよし、いいよいいよ、進んでいこう。でもほんと、おあれ、キリギリスなのかね。アリとキリギリスってよく言うじゃんね。敵。はい、みたいな。おぉ。ダイナミック。これ、まだ一回も試してないんだけど、紅茶で豚の鼻、熱湯ぶっかけたらどうなるんですかね。リアルだったらマジで戦争もんだけど。ふざけんじゃねえよ、お前つって。なるけどな。どうなんだろう。おぉ、記憶か。いやー、しないんじゃないですかね、それは。日本じゃないんじゃないの？あれかな、昔の古代のあれかね、日本とのとかはあったのかもしれないね、そういうのも。今やったらマジでなんか、あれだよね、なんか呪いの儀式の一種かと勘違いするような泣くわ、子供。これ全然上行けねえんだけど、これはどうしたもんかな。多分これに乗るんだろうかな。これに乗ってあそこ踏んで、よし、よし、でここと。オッケー。どんどん上行くね。ダイナミック登山だよこれ。セーブ。おろろろろろろ、うん、これはマジで、これはマジで有利だわ。これマジ有利相性だわ。後出し効くわ、これ。かなりここの敵は、この敵はやりやすいな。メガヒートテックとかより比べると。特に、なんもない。あ、芋虫、こちら。ギガヒートテック来ちゃうぞ、これ。11×11 は何だ、121。マジでね、このなんかたまんないっすよね、このなんかこう足りないセリフを想像力で補いみたいな感じ。僕嫌いじゃないですよ、やっぱアリスはそうじゃないと。でも前作はもっと今作以上に結構意味不というか、あーこれやべえ、捕食モードじゃねえか。超ダッシュ。
このギャラリーから倒していくのがいいかな。おっとっとっと、これよ、横の顔、顔は全部倒した？あー、ギガヒートテックさんの顔出しが、あ、出てきた顔。あれ、ちょっと待って、このあの雑魚あれじゃねえか、これあの雑魚どれだ。あ、やべ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 、追跡も、あ、これしまった。捕食されて半分ぐらい削られる。駒投げが強い。あの文字、拠点兵長がどこかにいるはずなんだが、どこにいるんだ。あ、やべえ、これバーナーモードはまずい。で、攻撃できるうちはよし。これ削れんだわマジで。ちょ、狭い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 。あそこにあんのか。お、今だ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 。うえー、たたってない、どうしよう、やばい。ちょっと距離取れ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 、やばい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 。これ上登ればいけんじゃう。オッケー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 、爆破とじゃねえかこれ。しゃあ、あれ生きてる、あれ違う、生きてる生きてるぞこれ。顔が垂れてるだけだ。倒したろ。うー、慣れてきたな。あれが2台出てこなければいけるな。フラグじゃないぞ、ランプのあれがあるぞ。あ、ちょっと待って、くそ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 、あれ上登れんのかねこれ。あ、穴があると、はい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 、邪魔だ。よし、じゃとりあえず敵を巻きつつ上の拠点を叩くと。首吊りの輪っかみたいで、ふもふ、やだな。あ、やべやべ、取り残すことだった。瓶を回収。あとはこれを叩いて、よっしゃ、平和。そんなとこに金あんの。あ、でこれが金ってわけ。あ、違うか。あ、これ金だよな、やっぱり。すげえな、なんかナルトに出てきそうなカエルだな。緑ガエル、ブーなんでやなんでや。これ気になったことが一つあるんですけど、いいです、自分これ壊せるよね。何これ、これもこっちも壊せると。あれあれどうしようかな、あれどうやって壊そう。特になんもないなんと特になんもない。まあとりあえず戻ろうかね。戻っていいんだよな、ダメ？いいんだよね、だってさっき ここ壊してたもんね。もう来た道戻って、あ、ここの、ここを破壊してくれたのか。なるほどなるほど、2箇所あるぞ。とりあえず破壊。うーん、どっちが正規ルートだこれ。また後戻りできないのが最悪だからな。とりあえずこっちは奥に敵いるよーとね。戻れるかな、そこが重要なんだけど。これでも行き止まりっぽいけど、これ閉まって戻れないってなったらどうしようかな。あー、わかんねえ、正規ルート教えてくれ。あ、一発でわかったぞ、こっちがボトルですね。ありがたい、教えてくれてたわ、さすがスタッフ。
オーケー。おお、ありがたくない。まあそもそも求めてないんだけど別に。不思議な世界観ですよね。アリとキリギリス、そして日本の和の部分、どっちだっけ、どっち行くんだっけ俺、どっち行くんだ、あれどっち行くんだっけ、これでこっちでいいのか、こっちでいいのか。で、じゃあ正規ルートの進みましょう。敵が出てくるが。さあ来いよ、お前か。よっしゃ、カモじゃん。くす、アーチャーがいるぞ。アーチャーが先だな。オッケーオッケーオッケー、一撃必死。さすが、こいつ結構やる。ああしまった。オッケーオッケーオッケー、ロックオンすればそこまで飛んでってくれるのありがたいな。アリ様とネスリターンズやってて一つ思うことがあって、これ下か、敵いるぜこれ。いないか、よしよしよし、壊して、そっちも壊せる、壊せないか。あの結構 BGM っていうのはないよなこのゲーム。いや厳密に言うとあるんだけど、すごくこうなんだろう、不気味さをこう助長するような静かな、なんだよ。チェシャネコの解説が欲しいどころか、多分ね解説だけじゃ足りなくて解説の解説が欲しいみたいなレベルの発言しか毎回しねえんだけど。着地、体力じわ回復だな。なあ、豚っ鼻あるぞ、長いな。絶対決戦のバトルフィールドじゃん。何あのあつらえ、おあつらえ向きのやつ、結構出てくるべ。あれやるしかねえ。ほら勝負だ、豚っ鼻は後でだな、倒してからだ。あーこれはちょっと待って、何がやばいか教えてあげましょうか。ちょっと待って、こっちじゃない、倒すのそっちじゃないんだって、こっちこっち、ベー、これやばくないか、こっちの体力あるわけじゃん。個人的には周りの力を助けたいが、それだけじゃすまないレベルで敵が出てくる。やばいやばいやばい、しまった、くっそ、これヒットバックからのワンパンきつすぎるな。きつい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 、こっちじゃない、これ侍ワスプも普通の侍も来るから、ほらこれがきついわマジで、これ あかん、これでしょマジで、これどうしたもんかな、これはうまいこと体力削れて、あの鬼人化してこの局面出すのかなり厳しい。行くしかねえ、これきついぞ。オッケーオッケー、さすがだ、さすがだ、さすがだ、
このまま押し切る。よし、あとはおめえら覚悟はいいか。おい、激墜、全滅。はあ、きちい。マジでこれ本当エレクトロニックアーツ社さんのもう神々だけど、あの本当良心だと思うわ。鬼人化モードはあんま交代すると落ちるな。これ豚っ鼻は、まっと、まあバスケットでしょ、ど真ん中に。違う、なんだ、記憶がピンかな。だったらありがたいが。おい、なんだよ。ああ、あれがあるってことは敵が出てくるっちゅうことなんだよな。あの黒い状態だとあれ壊せないんですよ。記憶か、ここか、出てくんの。なんかえぐいこと言ってんな。これ壊せるかな。あれ取ったら、あれ、これ普通に壊せるかもしれない。壊せないよね。あ、ちょ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 、今のって何？どっちダメ？あれ踏んだことによるダメージかな。あ、やっぱりそっちか。もうこれ違うよ。何？これ別に、わざとだからね、これ体力削ったの。これでいつでもヒステリーモードになって突破が楽っていう。あー、さすが俺。超嘘だわ。やるか。3度目の。横スクロールアクション。A restless seeker on private business arrived in the misery infested land. She, despite ignorance, uncertainty, and unhappiness in her own life, could not endure to see them suffering. She began to fight against the savage murderers, abusers, and defilers without quite knowing why or for whose sake she truly fought or how the struggle would end.なんかマジでね、結構頭使わないと意味がわかんない文章があるがゆえ、なんか操作しながらだと全然頭に入ってこないっていう事案が発生してんだけど、これなんかピーチはあれだな、あの実績に関係がありそうですね。これ踏んでも大丈夫？大丈夫。なるべく全部回収したいね。あと HP 回復したい。でもこのステージはお渡し機なんで、あんま HP 関係ない。あれ、桃がある。ダメか。どうやって行くんだろうな。上から行くんか。ほい。こっちだな。これ、やばくね？無理じゃね？あー、よかったよかった。なんだよ、ビビらせんな。オッケー、回収。オッケー、いいよいいよ。順調。地味に難しいからな。オッケーオッケーオッケー。なんか嫌な今振動パック。ああ、よかった。そのタイプね。こういうのって上に登れるとかないね。ああ、強制横スクロール。上？ああ、よかったよかった。そのまま横行ったらどうしようかと思ったわ。これちっちゃくいけないやつだろ。降りましょう。これも行ってくれるのか。ちっちゃくなっておきましょう。ここは一回も死なないでいくぞ。痛い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 、くそ。
ヨッシーアイランドにこういうのあったな。モモゲット、なんか今日実は夜飯食うのがすごくめんどくさくなっちゃって、もう家にあるせんべいとかで我慢するっていう最悪な休日だったんですけど、桃めっちゃ食いたくなってきたわあんま食う機会ないよね桃って。でもね、僕はもう社会人になってね、いつの間にかもう今年で3年目なんですが、社会人になってね、一つね、いいなって思ったのは、好きなもんがね、結構好きなだけ食えるっていうのはすごくいいなって思ったね。なんか今までだったら、例えばお寿司とかってさ、まあ、半年に一遍ぐらいの超イベントなわけじゃん。言うと。これ、ちょっと待って。一回死んでもいいから、あ、やっぱり。ちょっと待って、あれ、左奥もちょっと気になるな。お、ただ、桃色。これ、桃全回収でしょ、多分。実績解除かな。嬉しいな。ムッツーの頭の中の色もただ桃色みたいな。やかましいわ。誰が桃色じゃ。これ、あえ、これ地味にむずいぞこれ。ちょっとやめろよ。おい、ハマっちゃってる、ハマっちゃってる。あれ、ここどこ？あ、あ、そこそこ。これは、ちょっと、じゃ、左右に、ジャンプしても意味がない。ということは、ここで止まる？これ以上上には行かない？下に戻っちゃうか。なるほど。そろそろゴールかな？何の話してたっけ？あ、桃が食いたいって話した。あ、何でも食えるっちゅう話したんだ。結構ね、そんな、そういうわけで、なんか、月3ペースとかで、スシロー行ってるっていう。すげえ食ってるよ。やっぱまだ、そんなにお金使わないので、余るって言い方変だけど、全然別にそのペースで食ってても、お金急激になくならないんですよね。まあ、他の家計費をかなり節約してくれてるってのがあるんだけど。だからね、結構好きなもん食えて嬉しいですね。これ来たぜ、芋虫よ。久しぶりだな。なんか細かすぎて伝わらないモノマネ選手権で最後なんかこうあれをすごい放出させたな。はい、スタートね。My memories are shattered. This wicked train has ruined nearly all I can recall. And Wonderland will perish completely as I lose my mind. So much has changed. I can't help Wonderland if I can't help myself.Much has changed, but you've got it backwards. Save Wonderland and you may save yourself. The carpenter was onto something, but he was hiding from the real. Your goal is to accept it. Where should I go then? What should I do? The queen must be served, Alice. The queen in all her guises must always be served. まあ、現実を受け入れるしかないっていうのは何回も言われてますよね。なんだ、うわー、なんだ、気持ち悪いな。なんかこれ、逆さになっても顔になりそう。
これはリアルに戻ってきたな。おい、幽霊。死なそれ。おいだけ日本語だったな。Howling outside the old lady, muttering about a murder in Threadneedle Street, cursing insects on the National Railroad. Had to bring her in, didn't I? Cha-cha-cha-cha, minis to herself. Right, no danger to have her, surely. She don't belong in jail. Too true, but where then does she belong? Let's walk her out, Fred. Send her back to Dr. Bambi. He raised holy hell last time I kept her overnight. Oh, what happened?Same night Jack splattered at the waste of mother's love was nabbed for gutting that heavy outside the mermaid. Yeah, I was taking Alice down and we meet two coppers walking Jack to the cells. He's mad in the usual way, never wrong bloke nonsense. When he sees Alice, that's a bitch what done it, he yells. She screams, you miserable cur, you leech, you maggot, living off another's labour, etc., etc.I'm admiring her line of inquiry, but suddenly she hits her head or something and faints. Couldn't send her home, could I? And Dr. Bumby pitched a fit. Said he'd have me jobbing me arse on a plate. Told him he could have the former. Leave the latter alone, thank you very much. Good night, Alice. You know the way out.はい。というわけで、長くなってしまいましたが、ちょっと気になるところですけども、ここで一回失礼させていただきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次のパートでお会いしましょう。では、失礼します。